皆さんこんにちは。やっほー、こんばんは。ひやかです。ゆいでーす。はちょ、今回も妖怪ウォッチ3の実況立ち回るよー。はいはーい、今回もマイナー妖怪使っていきますよ。嘘だろお前。は、姫は、てかゆいは2の実況のはずじゃ。飛び入り参加じゃ。あのね、さすがにここまで待たされるとしまくぞこれって気持ちにもなるわけで、なので今回はその怒りを力に変える最強妖怪を使います。あ、うん、なんかごめんね。ひやかには飛行99個チャレンジやってもらうから。いやてなわけで、今回使う妖怪は激辛ボーイ。ステータスとスキルの発動条件が噛み合ってない妖怪ですが、運用と同じスキルを持つガッテンマイヤーでダメージをカバーします。装備はガード蒸し込んで相手の壁にも強く出ます。ガッテンマイヤーは取り付きが力大アップで、必殺が回復で、はっきり言って運用よりも優秀です。まあそうなりますね。ランクを上げればステータスでも上回ります。あとはいつもの乙姫で回復。見返りは A ランクの枠が余ったので採用です。出たよコスパ最強ヒーラー。あとは壁剣アタッカーのナローニャンとユカパへのささやかな抵抗のコマ3ジャック。今回は激辛ボーイと一緒にこのあふれんばかりの怒りを対戦相手にぶつけます。悪かったって。それでは対戦へ行ってきます。どうしたんです、このパーティー死ぬほど弱い。これでどうやって戦えばいいんだ。あんたが組んだんでしょうが。ごめんね、弱くて。いや、まあ詳しく言うと S ランクぐらいの人はある程度なんとかなるんだけど、以前の運用会ではそこまで苦戦しなかった記憶なんですが、 SSS ランクはほとんどに神の裁きマンと運念ぶっぱマンがいて勝てませんで、これはあれかな、私みたいな小娘は2だけやってろってことですか。悲観すんな。皆さんももっと私の出番欲しいですよね。ゆいの出番少なすぎるから誰もあなたに対して思い入れないですよ。あ、すごいこと平然と言ってくるのね。でまあここまで少し潜って気がついたんだけど、なんです。デュエル開始。激辛ボーイのスキルは物理技にしか反応しないようです。うわっ、つ妖術環境でそれはきつい。そのせいで余計に使いづらい。え、お、やるじゃん。今の会話聞かれてたんですかね。ここで引くか、何かしら。マスクドナーンですね。とどめ系の妖怪が欲しいところ。そんなモヤモヤを力に変えて火力アップ、さすがに我慢コンまでいかないわよね。危ねえ危ねえ。ここの回復はナイスですが、これ長いできそうにないですね。決めて魔王がいるからなおさらね。でもその前に上から叩き潰せば何の問題もないでしょう。姫と同じこと言ってら。あ神の裁きよ。これでどうやって戦えばいいんだ。私が聞きたい。よくよく考えたらこのパーティー壁ペラペラじゃん。誰だよこんなパーティー考えたやつ。あんたは動画を荒らしに来たのか。そうだ、この状況で勝てたら私と姫交換。私に言うな。まあでもこの状況で勝てたらすごいとは思います。思いたいです。あ、さっきのボケ突っ込んでくれないんだ。猛攻早く消化して全力で他の壁を倒すしかないですね。あ、はいそうですね。おそらくここマイナン以外の壁が出てくると思うんだけど、メカオロチ系だとだいぶきついですね。ガードしないということは無敵コンね。山田マイナンによってコマ3ジャックはワンパンですか。これはマイナンの必殺でなんとかするしかないわね。ちょ、ここでサボると無敵コンが。マジでこのガキ活躍できないな。ガキ言うな。まともに活躍したの冒頭のクリティカルだけってマジ。わぁ、乙姫強い。サポーターが主役より目立つな。やっぱマイナン最強だわ。あかん、これじゃあサムネ詐欺になる。タイトル、怒りで我を失った結果、手に入れたのは孤独でした。冗談、きついなぁ。そんなタイトルになるわけないじゃん。だといいっすね、は。A とエルドラを交換されてしまいましたね。決めて魔王、まあまあ耐久あるので耐えられそうですね。案の定耐えられた。でも相手の壁ももう機能してないし、技を外さなければ全然勝てる。てか本当に乙姫強いな。マジで今回の主役誰かわかんなくなってきたわ。うん、お疲れ。冷めるな。ここはもう横つなぎでいいかしら。乙姫と激辛ボーイの必殺って縦一列なんですね。激辛ボーイはおまけで炎の床を発生させるのよね。四川同時もそんな感じの必殺ですよね。はぁ、今回はなんとか勝てそうねー。今回は飛び入りで参加しました。次回は2の実況でお会いしましょう。いつ出せるかわかりませんけどね。視聴者さんを裏切るのは許されない。今の激辛ボーイみたいにぶっ飛ばすわよ。それでは皆さん、少し短いですが今回はここまで。それではご視聴。
ありがとうございました。ありがとう。ちなみに2の動画が出ないのはデータが消えたからです。嘘です。しばくぞこら。